こんにちは佐藤です、えー、自分の気持ちを手紙で伝える、えー、言葉で伝えるっていうのはなかなか難しいですよね考えれば考えるほどこれでいいのかこの言葉でいいのかと悩んでしまってなかなか筆が進まない、えー、そんな経験が皆さんにもあるんじゃないかなと思います そのような時に、じゃあ文章の天才である作家の先生たちは一体どのような手紙を書いていたのか、どのようなラブレターを書いていたのか、と皆さん気になりませんか私は気になったのでいろいろと調べてみました。今回紹介するのは太宰治です。太宰治がある女性に宛てて書いた手紙を皆さんに紹介してみたいと思います。 様々な女性と関係を持た太宰治一体彼はどのようなラブレターを書いていたのか、えー、まあこれね結構気になるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、それでは、えー、手紙の冒頭部分を読んでみたいと思いますいつも持っていますなんて変だけどでもいつも思っていました正直に言おうと思います、えー、こちらはですね太宰治が太田静子さんに宛てた手紙の冒頭部分です この手紙を書いたとき、太宰は結婚していたので、いわゆる愛人っていうんですかね、まあ、正確にはこれから愛人になる、まあ、そのような関係になる、太田静子さんに宛てて書いたラブレター、まあ、手紙ということになります。 太宰の作品を読んでいると、えー、まるで直接自分に語りかけているかのような、まあ、そういったの気持ちになる、まあ、そういった気分になる時がありますよね、えー、それが太宰治の文章の魅力の一つだと思うんですけれどもこの手紙を読んでいても、えー、まるで目の前で静かに語りかけているような、えー、そんな気持ちになりますよねきっとね、えー、この手紙を受け取った太田さんも、えー、そんな気持ちになったんじゃないかなと、えー、非常に太宰らしい文章じゃないかなと私は個人的に に思います、えー、そして、えー、冒頭部分をね、えー、もう少し詳しく見ていきますと。 いいいいいつも思っていますいつもも思思思っっててままますすした正直に言おうと思います、えー、このような感じで、えー、思うっていう言葉が3回連続で続くんですね、えー。太宰が意図的にこのような書き方をしたのではないと思うんですけれども、えー、まあね、これが思うという言葉が続くことによって、とてもリズムよく読めますよね。そして読んでいると、なんかね、本当に自分のことを思ってくれてるんだなってね、まあ、そんな風に感じる文章になってると思うんですけれども、えー、皆様、えー、どう感じ ましたかねえー、そして、えー、この手紙は、えー、太宰の周辺の出来事が、えー、この後綴られていきます、えー、こんなことがあったとか、えー、こんなことをしてるっていうことが綴られていくんですねそして最後は、えー、この一文で終わりになります最後の一文を読んでみますと一番いいいいい人とししてててひっそり命がけで生きていてください恋しい最後は恋しいと、まあ、気持ちを伝える言葉で、えー、終わるんですね いや、最後に恋しいという言葉を置いてしまう。まあ、このあたりがね、非常に太宰治らしい、えー、ま、文章というか手紙なんじゃないかなと思います。まあ、いろんな意味でね、え太宰らしい、え魅力が詰まった文章だと思いますので、興味がある方はぜひ、いろいろと言及してみてください。 えっと、まあ、この手紙を書いていた時の太宰は、戦時中だったので、実家の青森へ疎開していました。そして現在でも太宰が疎開していた家が、太宰治疎開の家として青森県の御所川原市に保存されています。私も数年前に旅をした時に、青森を旅した時に、この太宰治疎開の家を訪問したことがあります。 実際にダザイが執筆をしていた書斎を見ることができたんですけれども、あの作品はここで書かれたのか、とね、えー、そんな当時の様子を想像しながら、えー、それをね、えー、見学する時間っていうのは本当に楽しい旅の一時でした。えー、このダザイを背負う疎開にいえば、社用館。社用館は有名ですよね。社、まあ、用館の、社用館からでも徒歩で移動できる場所にあるので、興味がある方は本当にぜひ足を伸ばされることをお勧めします。私が訪問した時は、 もすごく混んでいたんですけれどもこちらの太宰様の疎開の方は結構ね空いていたので、えー、これはぜひ、えー、まあじっくりとね楽しむにはいい場所なんじゃないかなと思いますぜひ旅をしていただいてあこの部屋で太田静子さんへの手紙を書いていたのかなとかねまあ、そんなことを想像しながら、えー、回ってみるときっと思い出に残る旅になるんじゃないかなと思います、えー、このチャンネルはですねこのような感じで文学作品を通して考えるヒントを提供していきたいと思っていますよろしければ一緒になって盛り上げていただければ 嬉しく思います、えー、今日はですね文豪のラブレターということで太宰治の手紙を紹介してみました、えー、今日の内容はこれで終了ですありがとうございました